皆さん、こんにちは、モノモースです。今日のテーマは、大谷翔平選手の特大ホームランとその意義、についてです。最近のニュースでも取り上げられたように、大谷選手はパイレーツ戦で見事な137メートルの特大ホームランを放ちました。この試合でのホームランは11打席ぶりのアンダーでもありました。まずは、このニュースの概要です。大谷翔平選手は、一番指名打者で登場し、3回目の打席で今回の特大弾を放ちました。飛距離は137メートル、非常にインパクトのある一打でした。このホームランにより、 大谷選手はナリーグ本塁打争いでリードを取り戻し、さらにその地位を確固たるものとしました。さて、私自身の意見を述べますと、大谷選手のこの一置差は非常に重要です。まず、大谷選手は最近の試合で連続も安打が続いていたため、このホームランは精神的にも大きな意味を持ちます。スポーツ選手にとって連続も安打は非常に辛い状況ですが、ここで一つ大きな結果を出すことで、再び勢いを取り戻すことができるでしょう。具体例として、他のスポーツ選手たちもこのような連続不調からの復活を経験しています。例えば、 ロジャー・ーフェデラー選手も一時期は成績がが振るるわなかったたももののの度勝利を手ににすすここととで再び世界のトップに返りり咲いたことがありますもちろん、反論としてまだまだ油断はできない、という意見もあります。その通りです。大谷選手自身も、打率がやや下降気味でシーラシ争いからは一歩後退している状況です。しかし、ここでの一つの成果がチーム全体に良い影響を与えることは間違いありません。さらに、大谷選手は3日のアスレチックス戦で30本塁打30盗塁を達成しており、これは日本選手初、球団史上3人 目のですそして彼の目指す40本塁打40盗塁という大記録も現実味を帯びてきています。このように彼の努力と成果は常に新たな歴史を刻んでいるのです。結論として大谷翔平選手のこの特大ホームランはただの一本のホームランではありません。 それは彼にとっての大きな再出発となり、チームにとっても勢いを取り戻す大きな一手となるのです。彼の今後の活躍にもますます期待が高まります。皆さんも大谷選手の血になる活躍を共に見守り、一緒に応援しましょう。それでは今日はこの辺で、次回の動画もお楽しみに。モノモースでした。さようなら。